若者の街原宿にオープンしたこちらのショールーム、中に入ってみますと巨大な公式グッズの画像パネルがお出迎えです。ショールームでは東京オリンピック・パラリンピックのエンブレム入りピンバッジや T シャツといった公式グッズが購入できるほか、来月以降発売される新商品も紹介されています。大会公式グッズはインターネット上での販売が中心でしたが、原宿にショールームを開くことで若い世代や外国人観光客に大会の魅力をアピールすることにしています。ショールームは明日から11月下旬までの期間限定でオープンします。